なっちゃってるのかもしれない。ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタインです。そうよ、母性本能をくすぐられすぎ。ファンの皆さんももちろん可愛いですよ。可愛いにはいろいろ種類がありますから、なんかファンの皆さんはなんか愛おしいみたいな、なんか応援してくださってる姿が本当に愛おしいって感じ、愛おしさ。なんか女の子とかでなんかこう、まあ年下の子とかだったらもう本当妹みたいで可愛いとか、でもお姉さんだ、私より年上の方とかのお姉さんだったらで可愛いって感じるときはなんか、あ、そういう一面もあるんだ可愛いみたいな、私より年は上だけど、あ、ちょっと抜けてる部分もあったりするんだな可愛いみたいな、そんな感じよ。見てこれね、またアンピーからバレンタインもらっちゃった。でも私もね、今日はバレンタインだったので稽古場、稽古場でリンツのチョコのなんかボックスみたいなものを今日は稽古場に差し入れで渡しました。みんな誰でもどなたでも食べてねみたいな。愛子寺からもらってない、仕方がないな、私からのチョコはこれだ。でんこれをみんなにあげるよ、本命チョコだよ。ダメですか？おおお、疲れた、今日投資だったんですよ。あーでも大丈夫かな、次場当たりがあってもう劇場入るんですけど、母性キャラが定着してる。今日タイラーメン食べた、みんなも食べてね。アクションとかなんかいろいろ、ダンス、歌、なんか作り込むものが多くて、そう作り込むものが多くて、だからその分稽古期間もちょっと長くなってるのかな。そうですね、こんばんは、ハッピーバレンタイン。最近、あ、でも確かにカキラーメン食べたり、タイラーメン食べたり、ラーメンめっちゃ食べてる。極め、極めん、ラーメン極めん。STU の公演とはだいぶ違うね。セプトの配信見てたよ、ありがとうございます。もうすぐで本番を迎えます。こんばんは。うーん、
寒い。この後はゆっくり休める。この後はね、しっかり休んで、明日もね、ちょっと自分メンテナンスに行くかな、行こうかな。いや、ほんとチームワークいいんですよね。なんかね、ずっとカバンかけっぱなしだったチームワークめっちゃ良くて、なんか本当にみんな和気あいあいとしてて、なんだろうな、うん、仲間、家族って感じ。本当にみんないい人たちばかり。悪い人ってまあそんな、悪い人がいることってあんまりないのかな。演技する人たちってさ、やっぱなんか繊細だからさ、表現やっぱ感受性豊かだし、悪い人、演技する人に悪い人はいないのかな。チームワーク大事。本当ね、本当にみんなね可愛いし可愛いの、可愛いんですよ。めで大将。そう。ね、チームワーク大事だよね。あー、もう本当にみんなに何回も見てほしいな。あのね、これあのお世辞抜きで、あの私すごいさ、なんかあの自信がないときは本当に自信ないんだけど、なんか本当に面白いよ。本当に見に来てほしい。本当に面白いから、あの全然初めてのじゃない方、あ、初めての人も初めてじゃない方でも、もうまんべんなく全然楽しめる。うん、なんかあんま、うん、美味しくないものは美味しくないっていうし、面白くないものは面白くないっていうし、曲、流行っとる曲でもなんか別に良くないって思ったら本当に私良くないって言うんだけど、いや、この舞台本当に面白いから本当に損する。いや、もう見に来た方が絶対いいって思う。めっちゃ思う。4分、お疲れ様、ハッピーバレンタイン。本当にでもそれだけ頑張ったっていうのもある。頑張ったからいろいろ頑張ったからやっぱそうやって自信持って言えるのかもしれない。全然関係ないけど見て、この4つの串ホテルでさ、あの何回も何回もさ、あの開けたこと忘れてさ4つもたまった何回も開けまくったらすいません、関係ないものでした。4本持ってます串コレクター。溜まってしまう、本当に。あ、おいしそう。見て、もらったチョコ。ね、ちなみに今日のこのカーディガンは大人っぽい感じですね。お気に入りのカーディガン、もう一丁羅ですよ、一丁羅。もう私にとって一丁羅なんですよ。この東京生活で何を持っていこうかって悩んだ時に、
もうこれが一長羅でした、私のこのさグレーのこのインナーもさ何回ももう洗濯して何回も舞台で着てるからねこれもう本当に、あでも2週間経ちましたね、2週間経ちました、ホテル生活も。あともうちょっとで広島に帰るんだ、ね、あやばい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 、時間だ、やばいやばい、終わります。13位、ポー、あ出たよ、ポーピョピポピョピョパピョピ星人さんありがとう。12位ニックネーさん、ありがとう。11位カジさんありがとう。10位ムさんありがとう。9位アンニョンさんありがとう。8位ヨシポンさんありがとう。7位ズーミーさんありがとう。6位ケンケンさんありがとう。5位、やばい、5位青高さん、4位ソリオさん、3位クジマサさん、2位カタカナタカさん、1位坂道 FC さんありがとう、バイバイお疲れ、ハッピーバレンタイン。なんか切れないんだけど